幼い頃から同じ時間を過ごしてきた二人、やがて大人になり結ばれることになる。ところが結婚式当日、逃げた、のび太逃げた、逃げた、のび太逃げた。静香さんを幸せにしてあげられないかもしれない。二人の未来のために、おばあちゃんの願いを叶えるために、時をかけるのび太とドラえもん。のび太さんは必ず来ます。ドラえもん50周年記念作品、スタンドバイミードラえもん2。